常藤のりたかから1938年12月6日は、大分県中津市出身の農学者、実業家、探検家である。人生の大部分を輪鉱石の資源探査に費やしたと言われ、ラサ島で有望な林鉱賞を発見し、ラサ工業を設立したことで知られている。また、日本最初の農学博士の一人であり、日本での土壌学の創始者とされている。 法哲学者の常藤康氏は、婿養子。物理学者の常藤俊彦と、法哲学者の常藤拓治は孫。常藤則隆は安政四年一月十七日父、常藤藩士郎、母、常藤常の十三人兄弟の次男として、無前国中津に生まれた。陽明は、常藤小太郎であった。父、常藤藩士郎は、中津藩主奥平家が、 幕府に献上する絹縮みを折る仕事に従事していて、やがて奥平藩士に抜擢された。常藤は、慶応年間から13歳から14歳頃の明治初年まで中津藩の漢学者の塾で漢籍を学んだ。その後中津の小学校で教師となり、1873年まで勤めた。1873年、常藤は、 中津を出奔して漁船に乗り込んで大阪を目指したものの、たちまち両親の追手に捕まってしまった。しかし追手の人物は中津出身で大阪で医者を開業している宮沢正義がたまたま帰省していてもうすぐ大阪に戻るので大阪に行くのならば宮沢と一緒に行くのが良いのではとの両親からの伝言を伝えた。そこで、 つねとは一旦両親の元に戻り、改めて、宮沢正義と共に、大阪へ向かった。大阪で、つねとは、宮沢正義のもで下宿し、玄関盤をしながらまずは、英語の私塾に通って、英語を学んだ。私塾で英語を学んでいた頃のつねとは、中津の両親から送ってくる味噌や、近所の魚屋で魚の粗を買いながら食いつないでいたという。1875年。 大阪英語学校に入学した。英語学校の同級生には、関直彦、三崎亀之助らがいた。英語学校時代、引き続き宮沢正義のところに下宿できたものの、貧乏生活は続いていて、通学途中の焼き芋屋から焼きくずを買うなどして、飢えをしのいだ。なお大阪で勉学をしている時期に名を太郎から、乗り高に改めた。1877年春、常藤は、 大阪英語学校を卒業する。駒場の学校常等はさらに勉強を続けたいと願って上京した。しかし貧乏で国元の両親からの送金も期待できない以上、完備生として勉強を続けるほかなかった。そこで完備生の募集を探していたところ、駒場の学校で募集が出された。 常ねとは受験したいと願ったものの、試験が難しいとの話を聞いたため大変に不安であった。どうしようかと悩みながら、両国境のたもとをうろうろしていると、占い師が常ねとのことを呼び止めた。占い師は常ねとに、君の望みは大丈夫、叶うから、試験でも何でもやってみるが良い。と言ったため、発奮した常ねとは、受験を決意し、無事合格した。 1878年3月、常藤は、駒場農学校農学科に入学する。同級生には、日本の農学を支えていくことになる、横井時義、佐古常明がいた。駒場農学校の学生は、完備生であったため移植は保障され、常藤は、経済的には、安心して、勉学に励むことができた。駒場農学校では科学を教えた、金チラ、主に、 イギリスからの親とい外国人が英語で授業を行った。授業内容も農芸科学など科学関連のものも多く、これまで漢学や英語を学び、特に理系の勉強をしてこなかった常ねにとって苦労も多かったと考えられる。1880年6月8日、常ねは駒場農学校農学加工等17名の一人として卒業する。なお、 常ねの卒業試験の成績は17名中13位だった。明治維新後、日本では欧米からの親とい外国人による指導の下で地質調査が開始された。地質調査の中の土壌調査の分野では、フェスカと常ねをはじめとするフェスカの教え子が活躍し、日本の農学、農業に大きな影響を与えることになった。 明治政府は工業に関しては欧米からの技術、知見の導入に積極的であったが、農業に関してはまず、江戸時代末期からの、いわゆる老農と呼ばれる、これまでの知見、ノウハウを集大成した現場のプロの技術を普及していく方針をとっていた。しかし農業に関しても、欧米から親とい外国人を招聘して1876年に、 札幌農学校を開設するなど、欧米からの技術導入を図り出した。常藤が学んだ駒場農学校も、このような流れの中で1878年に開設された。1877年、ナウマンと和田綱志郎はそれぞれ別に、地質調査体制の確立と拡充、地質調査所の設置を求める意見書を提出する。ナウマンと和田の意見は採用され、 1878年5月に内務省地理局内に地質課が設置された。ナウマインは1879年内務卿伊藤博文に長文の意見書を送り5月20日に採択された。意見書の中でナウマンは農業における地質測量調査と林産など鉱物源肥料の重要性を力説していた。ナウマンは1879年9月 土壌調査の専門家らを招聘すべく、ドイツに一時帰国した。1879年11月、地質化の分析係長として、コルシェルトが着任し、翌1880年8月には、リプシェルが土壌調査を担当する土星係長として着任した。1880年6月に、駒場農学校を卒業したツネは、卒業後まず、 宮城県、岩手県、福島県に、地方農業に関する実地研修に派遣された。実地研修後の8月には、内務省官農局地質課土星係に採用された。なお、地質課土星係には、駒場農学校の同級生らも採用された。1881年4月に、農商務省が発足すると、常とらの所属する。 内務省官能局地質課土星係は、農省務省に移管され、農務局地質課土星係となった。そして1882年5月には、農務局地質課が廃止となって、地質調査所が設立されたことに伴い、常藤は、地質調査所土星係に勤務することになった。しかし常藤らが就職した、地質課土星係の体制は、安定しなかった。 土星係長のリプシェルは、地質化の総責任者であるナウマンと対立し、1881年3月には、契約違反の名目で解雇された。リプシェルの解雇後、土星係は分析係長、コルシェルトが指導する形となった。責任者が兼職のような形となった、土壌調査は、地質調査、地形測量など他分野よりも、事業の進捗が遅れていた。 その後、1882年11月、常藤が支持することになる。フェスカが土星係長として着任して、土星係による土壌調査はようやく軌道に乗ることになった。常藤の初期の仕事としては、1881年と1882年の秋から冬にかけて、相模、武蔵の各地で土壌調査を実施し、1882年には、 多摩郡内に農業試験場を開設して、肥料効果や土壌改良の研究を行った。マックス・フェスカ・オベイからの新技術、知見を導入していく中で、日本農業の課題の一つとして浮上したのが、土壌の林産不足であった。まず1880年6月の官農局地質化による内国地質調査志行の首位の中で、ナウマンは、 鉱物肥料の中でもリン酸は重要なものであるが、日本国内ではリン酸は発見されていないのでその発見は地質調査の重要な目的の一つであると指摘していた。コルシェルとは日本の農地の多くが火山灰を塩原とする土壌で構成されており、人噴尿という特定の肥料を永年使用し続けてきた結果、リン酸、石灰等が乏しいという欠点があると指摘した。 これは非火山性土壌の農地でも同様であり、日本農業の改善には石碑の改良、そしてリン酸などの肥料用鉱物の探査確保が重要であると指摘した。常とうも、前述の1881年と1882年の秋から冬にかけての土壌調査と、農業試験場での研究成果の発表の中で、土壌内のリン酸と石灰の不足が著しく、 作柄に悪影響を与えているとして、それらの施費が重要であると指摘していた。1882年11月に、ドイツ国内で土壌額を収め、実地の土壌調査で計算を重ねていた。フェスカが土星係長となると、常とーラ駒場農学校を卒業したばかりの若手職員を要した土星係の活動は活性化する。フェスカは常とーラに、 欧米の最新の土壌調査法について伝授すると、共に土壌調査とは単に土壌の特性を分析、研究することに止まらず、研究成果を実地の農業に活かしていくことが真の目的であると、実学としての土壌調査の重要性を強調した。周囲からは、常ネトはフェスカの一番弟子とみなされていた。フェスカは、常ネトら土星係員と共に、 全国各地で精力的に土壌調査を進めた。フェスカもまた日本の土壌中にン酸が欠乏していることに着目する。報告書や論文の中でしばしば日本の土壌のン酸不足について言及しており、例えば1885年の回の国土製図説明書ではン酸が甚だしく欠乏していると指摘している。 また同説明書内で調査中に発見した石灰石について農業上重要であるとして突起しており農業に関係する鉱物資源にも着目したものになっていたこのようなフェスカの姿勢が後に弟子である常島の臨鉱石探査に生かされていくことになる日本の土壌のン酸不足に対してフェスカは当時の日本で主に用いられていた一粉ニを 魚比、油かす、緑肥などでは、リン酸は十分に供給できないとして、リン酸肥料の施費が必要であると強調した。しかし当時の日本では、リン鉱石は全く採掘されていなかったことがネックとなった。こうして、国産リン鉱石の発見が重要な目標となっていく。このフェスカの見解は常等にも共有され、さらには農学、 農業現場にも広がっていった。常党は、フェスカに12年間にわたって支持した。貝の国に引き続き、ムサシ北部、岩ワ国、岩木国南部、ヒゴ国と、フェスカと、常党は、全国各地の土星図説明書を発表していく。フェスカのドイツ帰国時、常党は、フェスカについて、理論に長じ、農学の講義に際しては理論に加えて、 巧妙な比喩を説明に加え、作綜した事柄をわかりやすく説明したと紹介した。上で、100名以上の多くの文下生を教育し、日本の農業界に大きな影響を与えることを確信していると、称賛した。1886年、高峰城吉はアメリカからの帰国時に、カリン酸ン石灰と林鉱石を持ち帰り、林鉱石からカリン酸石灰を試作した。 広報は試作した、カリン酸石灰を各地の農業試験場に配布して、施費を行ったところ良好な結果を得た。そこで、広報は渋沢栄一にカリン酸石灰製造の事業化を解き、1887年に東京人造肥料会社が設立され、翌年にはカリン酸石灰の製造が始められた。カリン酸石灰の製造開始当初、農家では、 化学肥料に対する知識が全くと言って良いほどなかったため、需要は極めて少なかった。しかしやがて日清戦争開戦後、大豆カスの輸入が止まった上に、北海道での日清の不良が重なって、カリン酸石灰に対する注目度が上がっていき、需要も徐々に増えていった。1894年8月、現在の日南市油津港付近を調査中、常等は、 宮崎県で林鉱石を発見する。これは日本初の林鉱石の発見であった。帰郷後、常藤は自らが所属する土星化のみならず、地質調査所の地質化、分析化にも林鉱石を見せた。ここでトラブルが発生した。分析課長は地質化の職員に対し、林鉱石の探査は地質化の業務であり、土星化の常藤が 林鉱石を発見したということは、地質化の仕事を奪ったことになるのではないかとクレームをつけてきたのである。一方、林鉱石発見の方を聞きつけた渋沢栄一は、早速馬車に乗って、地質調査所の土星化に、常等を訪ねて詳しい話を聞いた。渋沢はン酸なるものは我が国に、産地はなく、一方、肥料材料としては、絶対に必要なるものであるから、 日向沿岸の小山地に限らず他にも産出すると、すれば、それは国家にとって、重大なる幸福である。と、常ネの発見を称賛した。常ネトは1894年の林鉱石発見後、翌1895年に、外法、1896年には、商法を発表している。その中で、日本の農地の自力を維持していくためには林産を、 継続的に供給する必要があるとした。その上で、ン鉱石を海外からの輸入に頼っている現状を指摘し、ン鉱石が国内で産出されることは極めて重要であり、速やかに日本全国でン産資源の探査を行うべきであると主張した。常等のン鉱石発見後、地質調査所の土生化と地質化の間に対立関係が生じた。 まず、常藤が所属する土星課は、林鉱石発見のニュースに刺激を受けて、全国各地調査の輪を広げ、土星課職員が、秋田県、山形県内で、林鉱石を新たに発見するなどの成果を上げた。一方、地質課の方も、林鉱石が発見された宮崎県を皮切りに、やはり各地で、林鉱石の調査を行った。そのような中、 1896年に土星化は、鉱声調査法文という調査報告書を刊行した。刊行趣旨の中で、林鉱石など鉱物性の肥料原料の調査、研究は、土星化の事業であると主張した。この主張は、地質調査書内で意義が出されたと考えられ、鉱声調査法文は、その後刊行されることはなく、鉱物性の肥料原料の調査報告は、 地質用法内に記載されることになった。第1回欧米視察1897年4月、常ネトは地質事業視察並びに、バンコク地質会議参加のため欧米出張を命じられた。バンコク地質会議については、常ネトは土壌部門の専門家としての参加であり、日本からは他に地質学者のコチベ・タダ師匠が参加した。5月に、 横浜港を出港し、アメリカを経て、ヨーロッパへ向かい、ヨーロッパ到着後は、ベルリンを経て、万国地質会議が開催されるモスクワへ向かった。万国地質会議は参加者、約800名で、ロシア皇帝ニコライ2世が開催に力を入れており、常ネトは、ロシア皇帝に配越し、皇帝主催の演説にも参加したと回想している。バンコク地質会議終了後、スネトは、 ウラル山脈、国土地帯、バクの油田、そしてコーカサス地方と、ロシア各地を視察した。その後、ベルリンへと戻ったツネ島は、ドイツ語教師を雇ってドイツ語を習いつつ、科学研究所で、科学研究を行った。さらに、ベルギーのブリュッセルでは、バンコク地質会議参加者の家に、約3ヶ月間滞在して、地質調査の指導を受けた。ベルギーで、 地質調査の指導を受けた後、イギリスに渡ったツネ島は、イングランド、スコットランドを視察した。その後イギリスからアメリカへ向かい、テネシー州とフロリダ州の臨港石産地を調査した。そして、海外渡航最後には、南米へ向かい、ペルーのグアノ産地、チリの小石産地を視察し、1898年3月に帰国した。土星課長任命と、 農学博士号授与第1回欧米視察後の1897年11月1日付で、常藤は地質調査所女性課長に任命された。翌1898年3月27日、帝国大学評議会の推薦により、古材義直らと共に学位例改正に伴って新設された農学博士号を授与され、日本初の農学博士となった。 第2回欧米視察常ねは1900年4月、輪鉱石産地と肥料製造についての調査のため、第2回の欧米視察を命じられた。ヨーロッパまでの各気候地で輪鉱石産地等の視察を行い、マルセイユ上陸後は、パリで開催中の万国博覧会を見学し、フランス各地、中でもワイン用のブドウ産地を重点的に調査した。 その後ドイツへ向かったツネは、かつて支持していたフェスカに再開し、ドイツ国内各地の地質土壌調査に同行するなど、改めてフェスカからの指導を受けた。ドイツに続いて、イギリスでも調査研究、地質土壌の現地調査を行った後、アメリカ、カナダを経て11月に帰国した。明治30年代に入ると、日本の林鉱石輸入額が増え、官民もに、 林鉱石に関する関心も高まってきた。1900年には地質調査所土星化は林鉱石調査に関する臨時費の獲得に成功した。そして1901年4月に林鉱石など肥料原料の鉱物についての調査研究を行う専門機関肥料鉱物調査所が設立された。4月26日、常藤は新設の肥料鉱物調査所の所長に 任命される。なお、つねとうは、地質調査所土生課長を辞任したわけではなく、兼職扱いであった。肥料鉱物調査所の職員の多くも、地質調査所と兼職扱いであった。新設の肥料鉱物調査所の所長となったつねとうは、部下と共に、 精力的に全国各地で林鉱石探査に乗り出した。各地の調査の中で注目されたのは三重県の鳥場地域の林鉱石であった。しかし内地の林鉱石の産地の中からは質量ともに肥料の原料として事業化するにふさわしいものは見出せなかった。南鳥島での発見1896年水谷新六が 南鳥島でアホウドリの捕獲事業を始めていた。その後水谷は内務省に日本領編入、そして東京都知事に島での鳥類捕獲と漁業の事業許可を申請した。1898年には水谷の申請が認められて日本領への編入、そして事業許可が与えられた。1902年7月にはアメリカ人ローズヒルが南鳥島で グアノ採掘を行うことを目的として、ホノルルを出港する。日本政府は、ローズヒルのホノルル出港の報道に驚き、海軍の艦船カサギを急波して、警備兵を配置した。カサギの到着後に、南鳥島に着いたローズヒルは、結局グアノの,の採掘を果たすことなく退去した。ローズヒルの退去後、海軍は、警備兵の撤収目的で、高地方を派遣する。 その際、常藤は部下である肥料鉱物調査所職員の便乗を依頼した。高千穂の帰還後、南鳥島で採取した土砂を分析したところ、ン酸分が30%を超える有料なグアノであることが判明した。南鳥島でのグアノ発見後、常藤の目は南洋の島々へ向かった。1903年に肥料鉱物調査所が観光した。 肥料鉱物調査報告第3号では南洋諸島全般で林資源の調査を行うことが急務であると主張した。しかし、常等の主張は肥料鉱物調査所の手で果たされることはなかった。肥料鉱物調査所が開設されていた20世紀諸島は日本とロシアとの関係が緊迫していった時期と重なっていた。ロシアとの海戦の恐れが高まっていく中で、 政府はまず軍備増強に注力せねばならなくなっていた。軍備増強の予算をひねり出す方策の一つとして進められたのが行政機関の整理であった。また、同時期、農商務省内では組織の改変が進められていた。工業が発展していく中で当時、世界各国で土量工の標準化と供給が大きな課題となっていた。 各国は土壌校に関する国家機関の設置、整備が進められ、日本でも中央土壌校研究所が設立されることになった。戦時体制を強化していく中で、行政機関の整理が求められ、しかも、農商務省では組織改編が進められていた。そのような中で、肥料鉱物調査所と塩業調査所の廃止が決定された。 林鉱石など鉱物性の肥料原料の調査、研究は農業試験場が引き継ぐことになった。スネトは南鳥島で有望な林資源が見つかり、これから本格的な南方の島々での林鉱石探査に乗り出そうとしている矢先に重要な調査機関である肥料鉱物調査所の廃止を決定したことは極めて無謀であり、政府が 国府の開発に無頓着であることを示したと、憤慨した。結局、常藤は1903年12月5日の、肥料鉱物調査所廃止と同時に退官した。常藤は一民間人として、臨鉱石探査に乗り出す決意を固めた。肥料鉱物研究所の廃止とともに、断然間を去り、 意を決して独力を持って、林公の探査を継続せんと欲し、元より貧弱にして、余裕のなき資材を傾けて、南方諸島の探検に従事したのである体幹によって、常党はまず林主元探検家となった。また、常党の体幹後、部下であった松岡三章も体幹して、常党のもとで働くことになった。ラッサ島での林鉱石発見南鳥島での,の発見後、 肥料鉱物調査所は南鳥島で調査を行っていた。また1903年2月、水谷新六は東京府に鳥粉採取願いを提出し、府は水谷の願いを許可した。南鳥島で採掘されたグアノは、常等が技術指導を行っていた全国肥料取り次所で肥料として製品化されるようになった。このような中で、水谷は、 常ねのところにしばしば出入りするようになった。水谷は、補調を目的として、沖縄や台湾付近の島々をしばしば訪れていた。この話を聞いた常ねは水谷に対して、それらの島々から、土砂や石を持ち帰ってくるように依頼した。水谷の話の中で、常ねが最も興味を抱いたのは、ラサ島であった。水谷は、 ラサ島のことを南鳥島と同じくらいの井戸にあって、一方から見るとお城のように見えるとの話をした。スネ島は水谷に対して、ラサ島に行くことがあったら石や土砂を採集してくるよう依頼した。1906年4月14日、沖縄県は玉木繁衛門にラサ島の開墾許可を与えた。玉木は早速ラサ島に調査船を派遣した。 調査船の乗組員の一人が水谷の老いであった。水谷新六は老いに対して、常藤の依頼を説明し、ラサ島から石や土砂を採集してくるよう命じた。水谷の老いは桃引きに、ラサ島の石を入れて持ち帰り、全国肥料取継所の事務所に、常藤を訪ねたがたまたま大阪出張中で不在であった。しかし石の一部は出張中の常藤のもとに、 届けられた。届けられた石は一見して、ン鉱石とわかるもので、常藤は早速全国肥料取次書の分析担当者に、ラサ島の石はン鉱石であることを知らせ、分析を進めるよう命じた。分析の結果は、ン酸の含有量が多い良質なン鉱石であった。常藤は、 肥料鉱物調査所の所長時代、沖縄や台湾付近の島々で林資源の予備的な調査を行っていた。工術のように有望な林鉱石が発見されたラサ島での調査と並行して、常ネ島は沖縄や台湾各地でも林資源の調査を続行した。1907年、常ネ島は沖縄県から移植を受け、自ら沖縄本島、宮古島、石垣島、 尖閣諸島で臨資源調査を行った。沖縄での調査時、小賀達志郎が全面的に協力した。また1909年には台湾総督府から移植を受け台湾、宝庫諸島やその他の離島で調査を行った。1909年、常とは肥料業界に本格的参画していくにあたって高橋久志郎とともに実用肥料体幹を観光した。 実用肥料体感は、肥料と施肥を行う土壌との関連、堆肥の製造や肥料効果、緑肥として用いる植物の栽培法など、当時の肥料に関する知見を網羅したものであった。もちろん、所内でカリン酸石灰、トーマスリンコエなど、リン酸肥料について詳述しており、日本国内、そして、世界各地の臨鉱石産地についても紹介している。実用肥料体感で、 常島が日本国内での林鉱石産地として注目しているのは能登半島、南鳥島そして尖閣諸島であった。尖閣諸島については海鳥が大量に生息していてその糞が堆積することによって豊かな林資源が存在するのではないかとしている。沖野大東島水谷新六の老いが持参した石が有料な輪鉱石であったというニュースはまず 三重県四日市で肥料省を経営していた茎門7のところに伝わった。全国肥料取り次所の職員の一人が林鉱石発見のニュースとラサ島の調査開発計画を携えて茎のところへ赴いたのである。この職員は早速茎から資金援助を受けてラサ島へ向かったものの船はラサ島にたどり着くことなく失敗に終わった。 もちろんラサ島の開拓許可を受けていた玉木繁栄門の工業権を主張した。こうしてラサ島の工業権をめぐる争奪戦が始まった。1907年8月、常ネ島は肥料鉱物調査所からの部下である松岡三夫を責任者とする調査隊をラサ島に派遣した。調査団の中には久喜の部下と玉木繁栄門の子。 カマサブロも同乗した。調査団の乗る船はなかなかラサ島を発見できず、到着後も原生林に覆われた島内の調査は難航したが、島内の測量、炭鉱を行い、林鉱石数トンを採集して帰還した。ラサ島から持ち帰った数トンの林鉱石は、常ネ島の養成により、防肥料会社の手によって、実際に肥料として製造された。 出来上がった肥料の品質は当時輸入されていたクリスマス島やオーシャン島の林鉱石から製造した肥料と同等のものとなった。ラサ島の工業権をめぐってはラサ島の話を常島に持ち込んだ水谷新六も争奪戦に参加した。常島によれば水谷は権利獲得を目指して有力政治家、実業家をバックに様々な策を労したという。 水谷はまず、西沢義春と組んで、ラサ島の開発を行おうした。西沢は、清志との国際問題となって、東伊佐子諸島の開発事業から撤退を余儀なくされ、次のターゲットとして、ラサ島を狙っていた。1909年8月には水谷が島の借地権を所有し、西沢が資金提供を行って、開発を進める計画であると報道された。 水谷の構想はさらにエスカレートし、1910年2月には、玉木繁衛門、久喜門7西沢義春、そして、水谷の4名が合同で、資本金50万円の沖野大東島開発を行う、株式会社を設立する予定となっていると、報道された。一方、常頭は、ラサ島の林鉱石開発開始に向けて、布石を打っていく。 1910年11月、常ネトは支援者らと共に、ラサ島の林鉱石開発、尖閣諸島での取り粉の採集、種子島でのオレンジ栽培、台湾高尾での砂糖キビ栽培と、肥料工場、製糖工場の建設を目的とした、日本産業商会を設立して、理事長に就任する。日本産業商会設立直後の11月、常ネトは、 第2回のラサ島臨鉱石探査のための調査団を派遣した。第1回の時と同様に過酷な環境に苦しみながらも調査の結果、臨鉱石資源が予想以上に有望であることを確認した。なお当初、第2回調査時は調査後そのまま鉱山開発に着手する予定であったが、過酷な環境下での鉱山開発に調査団全員が拒絶反応を示したため、 鉱山開発に着手することなく帰還した。二回のラサ島での探査の結果、臨港石資源が極めて有望であることが明らかになって、権利問題はより一層紛糾した。ついには、横浜の妨害国召喚からニュースを聞きつけた、ロンドンの防震時系とが、ラサ島の臨港石資源に手を伸ばそうとしているとの情報が流れるに至った。常島は貴重な日本の資源が、 外国資本にさらわれては一大事と、日本産業商会の関係者らとラサ島の工業権取得のため奔走した。玉城と水谷には、時短金を支払うなど、権利の回収を進めた結果、1911年初頭には、ツネ島は、すべての権利掌握に成功する。ラサ島の工業権掌握に成功したツネ島は、1911年2月28日に、 ラサトウ林皇合司会社を設立し、自ら社長に就任する。なお、社名の案としては、アジア林皇、東洋林皇、北、太平洋林皇などが候補に上がったものの、常ネトの発案によりラサトウ林皇合司会社となった。しかし後に、常ネト自身が、同社の時代は一言もって、これを表すれば、悲劇を演じたるという棚く、誠に、 三端たるありさまにて終始したと述べたように、まさにウバラの道の連続であった。常等によるラサ島探査常等が率いるラサ島林、鉱石調査団の鹿児島港出港後継。会社創立直後の1911年4月、林鉱石資源の本格的調査と、鉱山創業の開始のため、常等自らが、ラサ島に赴いた。常等らは4月19日に、 鹿児島港を出港し、22日には、ラサ島に到着する。到着後のツネ島はまず島への上陸から、苦労させられることになる。ラサ島は、珊瑚礁に囲まれている上に、周囲は崖になっていて、船を近づけるのが困難で上陸も簡単ではなかった。すでに50代半ばのツネ島の上陸は同行者を、心配させたものの、なんとか、無事に上陸を果たした。 続いて、各種資材の島内への搬入もまた一苦労であったが、原生林に覆われた、ラサ島島内での荷物運びもまた難重した。それでもこれまでの調査時に設営した小屋まで、なんとか物資を運び込んだ。到着後早々資源調査を開始したものの、島内は原生林に覆われていたため調査は思うに、任せなかった。原生林の中には、 刺しがあるアダンが多く群生していて、調査中にアダンの刺しがツネ島の花を切って顔面血だらけとなった。しかも悪いことに島内には多くのヤシガニがいた。ツネ島は大のクモ嫌いでクモに似たヤシガニを異常に怖がった。調査初日、様々な試練にぶつかったツネ島はこれまでの調査結果を疑い出して不機嫌であった。林公石の路頭でのツネ島社長ら、 右側の人物が、常藤、中央の人物が、縄田義氏。翌日は、島内の北部の大地で調査を始めたものの、やはり生い茂る木々が邪魔をして思うに任せない。木を切り倒すには、人員も時間も足りない。そこで、原生林を焼き払おうとの案が出され、調査隊は火を放った。しかし当初は大した勢いでもなかった火が、強風に煽られて、 どんどん火星を増していき、やがて調査隊の本拠地の小屋方面に燃え広がり出した。小屋には調査で使用するためのダイナマイトがあり、引火して爆発したら、調査団一行が全滅する恐れがある。慌てた、常等たちは船に避難しようと考えたものの、上陸が難しい島から退去するもの、また難しい。そこで必死になって防火に努めたものの火の勢いは、止まらない。 混乱する中で作業員たちの中からは常とに危害を加えようとする動きも出たが、常とうは何とかなだめた。走行するうちに風向きが変わって風力も衰え、スコールも来たので火事は沈下した。スコールが終わったのはもう日没近かったが、常とらは焼き払われた北部の大地に駆けつけた。大地には一面輪郭石の巨石が露出していて一見して、 大産地であることは明らかであった。調査隊は、驚きと喜びのあまり言葉もなく、立ち尽くし、やがて常とうの臨鉱席調査に終始同行していた、縄田義士が、多年神療をとし、しかも逆境に立ちつ,つつ、今日に至った先生は、今や、この探検において成功されました。国家のために誠に経過にこらえませぬ。と、常とに、祝福の言葉を述べた。 常ねとはお礼を言おうとするものの感極まって言葉が出ない。この時、常ねとの目には涙が浮かんでいて、縄田義士と抱き合わんばかりの様子であった。常ねとは10日間にわたって、まず焼き払った島の北部、その後島内全域を調査した。その結果として、島内の標高15メートル以上の場所の地表付近ではほぼ臨航石の交渉が存在し、常ねとは、 質、量ともに外国産の林鉱石に十分立ち打ちできると判断した。また島内にはハブのような毒蛇やマラリアのような風土病が見られないなど鉱山開発を進めるにあたって有利な条件も確認した。現地調査の結果を踏まえ改めて事業計画を策定した常島は当初の予定通り鉱山創業の開始作業に従事する人員を残して ラサ島を後にした。創業時の苦心ラサ島からの木との那覇から、常島は調査結果を待っていた。東京の本社に万歳とのみ打弁して、喜びを伝えた。5月11日に帰京後、雑誌のインタビューに、ラサ島の林鉱石は、世界的に見ても、オーシャン島、クリスマス島の次に位置すべき、埋蔵量、品質であると豪語し、日本の他の地域、例えば、 北大東島の林鉱石は品質が悪くて肥料の原料には不向きであり、また、野戸半島など他の林鉱石の産地はラサ島とは勝負にならないと答えている。1911年5月1日にラサ島工業所が開設された。常島は帰郷後すぐにラサ島に取って返し、1000トンの林鉱石の採掘を命じた。 鉱山の各施設の建設は始まったばかりで、スネトウの命令は現場を混乱させたが、やむなく採掘した林鉱石を人海戦術で運ぶことにした。重い鉱石を運ぶ妊婦の肩の皮が破れ、血が流れ出すという無理な作業を強行して700トンの林鉱石を大阪へ搬送することに成功するが、肝心の鉱石は全く売れなかった。 鉱山設備の建設を進める労働者たちの中で、胃腸病や滑気が頻発し、3名の死者を出した。また労働者たちの間で、博打が流行したり、責任者との圧力も表面化する。それでも7月には、なんとか、桟橋等の施設が出来上がっていき、鉱石の輸送を始めようとした矢先に、台風で破壊された。台風の後、慣れない。 亜熱帯の気候に苦しんでいた多くの労働者たちから、大島希望が出されるに至った。現場ではやむなく労働者たちの対島を認めた。その後早々に労働者の補充を行い、間もなく、労働者の多くは、沖縄県出身者で占められるようになる。台風で大きな被害を受けた各施設の再建が終わった1911年末には、 ラサ島からの林鉱石の輸送が開始された。不買同盟ラサ島からの林鉱石の輸送が始まると、常ネ島は、さらなる難問に見舞われた。肥料会社各社は、ラサ島の林鉱石を購入しない、不買同盟を結んだのである。不買同盟が結ばれた理由としては、まず同時林鉱石は、三井物産が、独占輸入して供給しており、 ラサ島のン鉱石が多いそれと新規参入できる情勢ではなかったことが挙げられる。また、ラサ島のン鉱石にも問題はあった。ン酸の含有量は十分で、フッ素もほとんど含まれていないものの、鉄バンドの含有量がクリスマス島やオーシャン島のン鉱石よりも多いことが問題視された。また果たして、ラサ島から、 林鉱石が安定供給され続けるのかについても疑問視する意見も多かった。不買同盟に直面して鉱石が売れず、窮地に陥った常藤は二つの対策を実行に移した。まず、常藤自らの案内による肥料会社の技師と第三者の専門家によるラサ島の視察を行った。 肥料会社と専門家がラサ島の林鉱石に価値があると認めてもらえれば、活路が開けると考えたのである。実際、視察に同行した専門家はラサ島の林鉱石資源を高く評価した。しかし、各肥料会社の儀主が視察したのにもかかわらず、不買同盟には変化が見られなかった。そうこうするうちに1912年の9月には、 立て続けに三つの台風に襲われ、多くの施設が破壊されて会社は存続の危機に立たされた。常とは視察計画を進めながらも、もう一つの事態打開策について検討をしていた。ラッサ島臨交合司会社が肥料製造業に参入し、ラッサ島の臨鉱石を原料としてン産肥料を製造、販売する計画である。 視察の効果が見られない状況で、1911年8月に、スネやラサト林光合司会者の関係者は、ザニオの資産を費やして、肥料工場の建設に着手した。この林光石採掘から、肥料製造、販売まで一貫して、ラサト林光合司会者が行う構想は、肥料会社各社に大きな衝撃を与えた。10月には、 肥料会社2社との鉱石販売契約の締結にこぎつけ、その後も肥料会社各社との契約が相次ぎ、会社は危機を脱した。林鉱石の露天掘りと鉱石運搬後継。1913年5月、資本金300万円のラサト林鉱株式会社が設立され、ツネトは合資会社に引き続き社長に就任する。 株式会社化後も台風の被害、水不足の問題、労働問題等多くの問題に見舞われたものの事業自体は発展を続けた。スネは様々な問題への対応を行いながら、桟橋、乾燥場など鉱山関連設備の増強を進め、また離島であるラサ島での鉱山経営に重要な無線電信と気象観測施設の開設に尽力した。 そして1914年に開戦した第一次世界大戦に伴う後継期の中、林産肥料の需要は増大し、しかも戦争による船舶不足によって外国からの林鉱石輸入が困難となったため、当時ほぼ日本唯一の林鉱石産地であったラサ島の林鉱石採掘は前世紀を迎えた。1918年最盛期を迎えた。 ラサ島工業所は年間約18万2600トンの林鉱石を採掘し、従業員は約2000人を数えた。1919年4月、上野西洋圏で首相の原高を招待して、ラサ島開発10周年の記念祝賀会が開催された。当日、主催の常党はラサ島での事業成功を誇り、 得意満面であったと伝えられている。1936年のアンガウル島の臨行団。1914年の第一次世界大戦開戦直後、東ズマイサゴ諸島の開発を断念した西沢義春と三井物産の関係者が合同で南洋経営組合を創設し、西沢が代表となった。前述のように三井物産は、 日本の林鉱石輸入を一手に担っており、また西沢は東佐諸島での挫折からの挽回を図っていた。西沢らが目をつけたのはドイツ領アンガウル島の林鉱石であった。1914年10月、日本海軍が南洋軍島を占領すると、早速南洋経営組合がアンガウル島の林鉱石採掘事業をドイツ側から引き継いだ。しかしこの措置は、 他の南洋軍島関連の事業が企業出願を経た上で認可を受けていたのに対し異例の対応と言えた。当然、南洋経営組合のアンガウル島林鉱石採掘事業には批判が集まった。批判の急先鋒はラサ島林鉱株式会社であった。安価かつ良質なアンガウル島の林鉱石が南洋経営組合の手によって日本国内で流通することは ラサ島林港株式会社の経営を圧迫することが予想され、しかも南洋経営組合がアンガウル島の林鉱石採掘事業を担うようになった経緯が不透明であったので、社長の常とオラの抗議、批判の動きは激しかった。1915年になって、三井物産側は南洋食産株式会社という新会社を立ち上げ、南洋経営組合の事業を引き継ぐ方針を、 決定する。会社設立の経緯から見てもわかるように、南洋食産株式会社の発起人主要メンバーは、三井物産の関係者で占められた。そのような中で、常とおらら佐藤林行株式会社側の動きは、海軍省への激しい抗議活動にまでエスカレートした。そうこうするうちに、マスコミが、設立予定の南洋食産株式会社とは、海軍と、 三井物産との癒着の産物であり、第二のシーメンス事件に他ならないと批判するようになった。また、南洋軍島の実態調査を行った外務省は、西沢吉晴の企業経営に多くの問題があると指摘し、海軍側も西沢のアンガウル島での林鉱山経営に大きな問題がある事実も把握していた。常ネトーラの抗議行動は、 政界工作に及び、ラサ島臨行株式会社が、当時の第二次、大熊内閣と、与党、同志会に食い込んでいるとの報道がされるようになる。一方で、マスコミによる海軍と、南洋経営組合、南洋食産株式会社の背後にある、三井物産との癒着の追求も激しさを増した。また、ドイツ政府からは、アメリカ政府を通じて、再三、 アンガウル島の林鉱石資源を日本が強奪したとの抗議が来ていた。情勢が混迷する中、1915年7月、大熊内閣は、南洋経営組合のアンガウル島の林鉱石採掘事業許可を取り消す決定を行う。決定の背後には、常とらら佐藤林鉱株式会社側の同志会や、政府要人への働きかけがあったと考えられる。 結局、アンガウル島の林鉱石採掘事業は、海軍の直営事業とされた。南洋食産株式会社設立計画は頓挫し、西沢や三井物産側の目論みはついえた。採掘された、林鉱石については入札制で販売されることになったが、ラサ島林鉱株式会社は、アンガウル島での林鉱石採掘権獲得のために、海軍に請願を提出し続ける。 しかし、請願が受け入れられることはなく、後に、南洋朝直営となる。しかし、ラサ島林港株式会社は1921年、販売独占権を得るために6万トンのアンガウル産室の林港石を買い占めた。また同年、フランス領ポリネシアのマカテア島産室の林港石2万トンも、買い占めるなど、南洋群島でも、林資源獲得を推し進めた。 ラサト林光株式会社の事業拡大に伴い、ラサトの林鉱石以外の新たな林資源の確保が課題となってきた。1918年4月に行われたラサト林光株式会社の臨時株主総会の席で新たな林資源調査費として毎年10万円の支出が認められ、調査費の使途については社長の常藤一人となった。 第一次世界大戦の末期、常頭の元を身元不明の一人の紳士が訪ねてきた。その紳士は常頭に対して、死な海洋中の某地点に林港があるが、あなたの会社でその権利を買ってもらえないかと打診してきた。常頭は買っても良いとしながらも、その林港席は一体どこにあるのか尋ねてみた。しかし紳士はことを左右にして、 所在地を明かさないまま帰っていった。常藤は、詐欺の可能性が高い話だと感じながらも、何か引っかかるものが残った。常藤は、親戚の軍医総監も務めた、本田忠夫のもとを訪ね、事情を説明した上で難解で、臨校石探査を行いたいので誰か海軍士官を、紹介してほしいと依頼した。結局、病気のため退役していた。 小倉宇之助が推薦された。病気から回復して、海運業界に乗り出そうと考えていた小倉は、南海での林鉱石探査自体にも、興味を持ち、常等の依頼を受けることにした。下手に話が漏洩しては、ラサ島林鉱株式会社の不利益になるのみならず、国際問題にもなりかねないとして、常等 小倉ともに、お互いの家族にも知らせず、打ち合わせも極秘に進められた。出発に先立っては、進捗状況を連絡するための電報で用いる暗号まで用意した。問題の紳士は、林鉱石のありかについて、シな海洋中としか話さなかった。つまりどこへ探しに行けばよいのかがわからなかった。しかし小倉は、自らの海軍時代の経験などから、精査諸島付近、 ベトナム付近の島々、南沙諸島のいずれかであると判断した。しかし、西佐諸島は1909年に中華民国政府が併合を宣言していて、中国側との国際問題を引き起こす可能性が高く、ベトナム付近の島々についてもフランス用、インドシナとして領有問題は確定している上に、すでによく知られた島々ばかりであった。 そこで残った南沙諸島を探検の目的地とすべきで、あるとの結論を出した。1918年11月23日、夜明け前極秘裏に、小倉らは、東京月島を出港して、南沙諸島へと向かった。12月30日に、南沙諸島に到着して、約2ヶ月半の探査後、1919年4月初めに、月島へ帰還した。調査の結果、 五つの島に林鉱石、グアノがあることが判明し、そのすべてが無人島であることを確認した。しかし小倉は南沙諸島に林資源があると言っても、あまりにも散在しているので経営的になり立つかどうか疑問であると判断し、また輸送上の問題点も指摘していて、鉱山開発には懐疑的な意見であった。しかし常島は南佐諸島は有料なグアノ、 林鉱石を算出し、他の事業面から見ても開発に適していると判断した。1920年11月には、第2回の探査隊を派遣し、第1回調査時に確認したことをの臨資源が、有望であることを確認した上で、さらに4つの島に林鉱石、グアノがあることを確認した。なお1923年、未調査の南沙諸島の島々を調査した結果、 二つの島に林鉱石を発見して合計11の島で林資源の存在を確認した。1921年5月、ラサ島林鉱株式会社は調査した島々を新南群島と命名し林鉱石グアノの採掘事業に着手した。同年林資源が確認された島々のうちで最も有望であると判断された太平島に 鉱山施設等の建設をはじめ、翌1922年には、本格的に、日本本土への鉱石輸送を開始した。なお、常東うらラサ島臨株式会社は、1918年から1919 19年に、かけて、小倉宇之助に、南沙諸島の林港石探査を行わせる、以前の、1917年、ないし1918年の早い時期に、 南沙諸島の調査に着手していた可能性が指摘されている。1920年代に入ると、日本はこれまでの後継期から一変して厳しい不況の時代となった。第一次世界大戦の公共期、林産肥料の消費量は拡大して、肥料の生産能力も増大していた。しかし不況期に入ると、 林産肥料の消費量が激減し、肥料業界は過剰生産問題に直面することになった。当然、林鉱石価格は暴落した。業界に新規参入して、急速に生産量を伸ばしてきた、ラサ島林鉱株式会社は、不況の影響をもろにこむる形となった。負債が増大して、会社経営は行き詰まり、株主総会の度に、常等は株主たちから、 会社構成策について攻め立てられ、債権者たちからは、負債の返済を迫られる状態に陥った。林鉱石は、売れず、ラサ島林鉱株式会社は、約20万トンの林鉱石の在庫を抱え、倉庫代が経営を圧迫するという悪循環も起きた。しかも、会社の債務整理の陣頭式をとっていた、常務取締役の松本隆次が急死した。 窮地に立たされた爪刀は、親しかったダイヤモンド社の石山健吉のアドバイスに、従って、大阪精錬の常務取締役であった、小野義雄を、ラサト林臨株式会社の常務取締役として、招請した。小野は早速会社の機構改革と人員整理を行い、さらに、約20万トンの臨鉱石の在庫処分を行った。ラサト工業所も、 事業を縮小せざるを得ず、1922年には、社員、工員は、最盛期の約3分の1となり、産出量も年約1万トンにまで減少した。1924年1月、これまで林鉱石を採掘してきた、地表付近ではなく、地下に有料な交渉があることが発見された。1922年3月、常とは、 ラサ島へと渡り、新たに発見された交渉を実地調査した。60代後半のツネ島は、積極的に行動に入って、調査を行い、行動の奥の方まで見聞しようとしたところ、1万1の事故を危惧した部下に止められた。新交渉の発見によって、ラサ島工業所の採掘量は回復したものの、肥料業界の不況の方は改善せず、 肥料価格の低迷は続いた。ラッサト林行株式会社の経営状態は、関東大震災による東京工場の被害が比較的軽く、震災復興劇もあって一時期持ち直したものの、1925年に林鉱石の販売を委託していた高田商会が経営破綻し、その煽りを受けて再び厳しい状況に追い込まれた。 そうこうするうちに新交渉も次第に有料工を掘り尽くされていった。1928年12月、ラサ島工業所は閉鎖されることになり、1929年4月には、南砂諸島のグアの採掘も中止された。1929年4月30日、経営不振の責任を取って、常ネトは、ラサ島林工株式会社の社長を辞任した。 社長辞任後、一旦は、取締役兼相談役に就任したが、同年6月20日には辞任して常藤とラサ島、臨交株式会社との関係は終了した。ラサ島臨交株式会社から引退した常藤は、1929年の夏、ラサ島での事業を記念するために、葉山の別荘に記念碑と観音像を混流した。 1929年11月撮影の常藤。常藤は1918年、自宅に、常藤調査所を設置していた、ラサ島林臨株式会社引退後の常藤は、その常藤調査所を拠点として、林交石探査を継続した。世論島での林交石探査常藤がまだ、ラサ島林臨株式会社の社長を務めていた1927年12月。 常ねのもとを一人の老人が訪れ、世論倒産の臨鉱席を示しながら企業の相談をした。常ねは早速調査を行わせたが、結果はあまり良好なものではなかった。しかし常ねとは1928年3月、東京定大農芸科学教室の南冷蔵を伴って世論島の臨鉱席調査に赴いた。常ねと知り合った南は、 その臨鉱石に対する研究熱心な姿勢に驚いている。常藤と南は島内をくまなく調査し、200個余りの標本を持ち帰った。分析を担当した南は、常藤からの矢のような催促を受けて、昼夜健康で分析を行った。その後も調査を続け、常藤のラサ島臨鉱株式会社退職後、1930年5月には、 与論島での林鉱山開発を目的とした、植産資源株式会社を立ち上げ、社長に就任する。しかし調査の結果、与論島の林鉱石は採算に合わないと判断され、1932年4月に、植産資源株式会社は解散した。ハテルモ島での林鉱石探査と、企業1928年3月、 与論島での林鉱石調査時に立ち寄った那波で、常島は、波照間島で、林鉱石が取れるとの話を聞きつけた。さらに、翌1929年2月、3月と、波照間島産の林鉱石の標本業入手し、常島は、相当量の林鉱石が埋蔵されていると判断した。常島は、同年5月、波照間島での林鉱石採掘事業の企業のため、 肥料鉱物調査組合を立ち上げる。翌6月には常藤自らが、南冷蔵羅を伴って、ハテルマ島で、臨鉱石調査を行った。この時も300個余りの標本を持ち帰り、常藤から分析を迅速に行うよう命じられた。南が、やはり昼夜健康で分析を行った。常藤は、 ハテルマ島での臨鉱石資源調査を継続させ、自らも1931年3月、1934年1月、そして1935年3月とハテルマ島へ、赴いている。この間、当初は、常ネ島と協力していた人物と工業権の問題で、訴訟となり、1932年11月に、大審院で、常ネ島の勝訴が確定した。 ハテルマ島では、ラサ島のような有料なン鉱石は発見されなかった。しかしツネ島はンを含有した、石灰石が大量に埋蔵されていると判断した。そして含む、ン石灰岩は、トーマス天炉での製鉄に使用することにより、鉄の副産物として、トーマスリンピが生産できると考えたのである。ツネ島は、トーマスリンピの原料となる、ン資源は、 日本国内では、ハテルマ島を上回る産地はないと断言した。1934年10月、ハテルマ島の林鉱石採掘のために、桟橋、貯港場、乾燥場、運搬用の軌道など、鉱山設備の建設が始まり、1935年4月には、おおむね完成した。しかし常島が開始した、ハテルマ島での林鉱山経営はうまくいかなかった。 最終的に、波照間島の林鉱石の鉱区は、常島側の他に、日化学が取得し、島を二分するような鉱山開発競争となった。朝日化学側は相当の生産量を上げることができた。反面、常島側は、交渉が続かず事業放棄に追い込まれた。晩年、常島はほとんど葉山の別荘で過ごしていた。 1934年に就任した大日本農会の副会党在任中の1938年12月6日、常頭は亡くなった。没後、在世中の多くの功績により、君四頭随報賞が追贈された。常頭の生涯は、その大半を林鉱石の資源開発に費やしたと言える。中でもラサ島の林鉱石事業を誇りとしていた。 ラサトウ林光株式会社時代の部下にあたる人物は、常頭は林光石のお化けで会社のことなど考えないような男だと評し、林光の開発を己の信念として、林光で儲けた金は林光に使ってしまったので、会社経営が順調な時に内部留保などしなかったため、第一次大戦後は大変に困ったとしながらも、資材も全て投じて、 日本の農業の将来は輪行にかかっていると大きな声を出し、信念を貫かれた立派な方だと思うと評価した。常藤の孫にあたる常藤敏彦は、国益のため、そして農村の貧しさを救うために、日本農業の近代化を進めるべく、林行の探求と林比の生産に全力を尽くし、その中でラサ島の開発をやり遂げ事業家としても成功した。 それ以外のことは眼中になかったと評している。また常藤は、林校、林産肥料工業ほど男らしい仕事はないと、講師として、教弁を取った、高等農林学校などで、林校、林産肥料工業を魅力を語り、常藤の訓導を受けた人材が、林鉱石探査、研究そして実業界で活躍していくようになった。なお常藤が、 会社の経営面で行き届かなかった面があったとの表は他にもあり、ラサ島臨港株式会社の重役であった、井田栄作りは、事業拡大に、鼻息が荒い常ネ島に対して、手を広げるばかりが事業ではないと痛めたものの、聞き入れられなかったため辞職して、社を去った。また、常ネ島の要請で、南沙諸島の探検を行った、小倉うのすけは、主として金銭面の問題で、 常ねに、不信感を持ち、一緒に仕事ができるかと不安に感じたと述べている。学問的な点からは、まず常ねは、日本の土壌学の草分けであったことが評価される。また前述のように各地の高等農林学校等で、教弁を取り、多くの人材を養成したことも評価されている。そして日本土壌肥料学会の創設からの、評議員として、 学会の発展に尽力し、また大日本農会の常銀、1934年からは副会党としても活躍した。そして、常党を探検家、冒険家として評価する意見もある。沖縄県知事を務め、常党の事業をよく知る立場にあった高橋拓也は、欧米人が成し遂げた、コロンブスのアメリカ発見や北極探検のような、 多大な費用と人命を犠牲にしながらも、土地や、利源の探検にあぐむことがない勇気、熱心さはほとんど東洋人には見られないことで、あるとした上で、常と等こそ国りし、要益するために、年月と投資を惜しまず、神妙を投げ打って、探検に従事し続けた真の冒険家であると評価した。特に永年林鉱石の探査に一途に取り組み続け、 多くの危険に見舞われながらも、臨鉱石探査のための南東探検に従事し、ついに、ラサ島で有望な臨鉱賞を発見したとして、常ネトの学識の非凡さ、堅固な自信そして勇気は到底他人の及ぶものではないと称賛した。1882年、常ネトは結婚する。常ネトの妻は、妻という名前で、松阪出身の伊勢山田ゼニアの友女であり、 常藤が身受けして結婚するにあたり商人のいだ、一平が仮親となり、売借人も務めた。1896年6月14日、常藤妻は肺炎のため亡くなった。第1回欧米視察中、ニューヨークでヨーロッパへ向けて出港しようとしていた際に、妻の死亡を知らせる電報を受け取った常藤は、ショックとひどい船酔いで、大西洋航海中は、 食事が全く取れず、同乗した乗客から心配されたとのエピソードが残っている。視察から帰国後、故郷中津に帰省した常藤は、旧中津藩市、奥平十門の次女、木和子を5歳として迎えた。5歳の木和子は病弱で、約10年間の婚姻生活中ほとんど病床に、あって1908年10月30日に没した。木和子の没後、常藤は、 島根県出身の勝田住と再々婚にしている。長女のマサは、井川康氏と結婚し、井川は、常藤の婿養子となった。また諸子として、富士、豊方がいて、富士は、男爵有馬順長と婚姻し、豊方は、実母の養子となった。物理学者の常藤敏彦と、法哲学者の常藤武次は孫にあたる。そもそもリープシェルは、 土壌調査は得意分野ではなく、地質化土星係長の職務は適役とは言えなかった。常藤は地質調査所分析課長による越権行為指摘の後、地質化職員は臨鉱席についてほとんど調査しないようになり、土星化の業務に移して少しずつ調査するようになったと述べている。しかし佐藤では地質化による 林鉱石調査の実例を挙げて、スネによる記述が正確ではないことを指摘している。ここでは佐藤に沿った記述とする。第一次世界大戦後、日本政府は、アンガウル島などの林鉱石資源の保証として、ドイツ南洋林鉱会社に180万円を支払った。アンガウル島の林鉱山最高所長は、ラサ島での林鉱山開発の経験がある。 池田良介が選ばれた。池田は、ラサ島林行株式会社の社員であったが、アンガウル島の林行山獲得の野心含みで、池田は最高所長に就任した。ありがとうございます。